これ、エイドが美味しいですから、しっかり食べて。はい。いただきます、これ。酒井さん。疲れない。今ね、レジェンドの酒井さんがめちゃめちゃ早いですね、やっぱあっという間に折り返しましたね。すごい。お疲れ様です。マロさん、じゃあ、お疲れ様です。はい、今ね、ようやく15キロ。時間は11時40分ですね。歩き出して2時間34分経ちました。やっぱね、チャレンジコースのトップの人たちがどんどん折り返してますね。すごい。そうです。あ、JR 九州でお会いしたんです。いや、僕は会ってないんですけど、いつもあのエイタさんとちょっと一回、あ、そうですか。シミニアマっていうところに撮って。あ、ちょっと見てないけど、なんか知ってはサムネで拝見しました。あ、今撮ってるけど大丈夫ですか。あ、はい。あ、いいですか。今日は、ね、一緒に来るって話してたんですけど。あ、エイタさん、どうなったんですか。会えなかった。体調不良で。あ、そうなんだ。はい。だけか、みんな結構、キティさんとか、酒井さんとか探してて。はい。はい、エイタさん、エイタさん、頑張ってますよ。あ、お名前なんか、あ、僕小田と言います。はい、小田さんも頑張ってますよ。よろしくお願いします。早いですね。いやいや、もう23キロのコースだったんで。あ、そうなんですね。はい、キティさんとかもご飯食べてました。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ早いなと思って。酒井さんと丸野さんとあの辺はちょっとすれ違って、あ、そうですね。はい、ちょっと動画撮ったんですけど、はい、じゃあちょっと先に行きます。頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。スリーさん、お疲れ様です。あれ、昨日見ちゃった。わ、置いて、置いて。今ちょうど16キロ到達しました。時間は11時50分で、ね、お昼ぐらいにあと1キロぐらいでね、岩屋活性化センターで念願のあのダゴ汁がね食べれます。めっちゃ楽しみですね。ちょっとね、キノちゃん置いていってしまったんですけど、怒ってないやろうか、それがちょっと心配です。はい、あとね、さっきあのエイタさんのお知り合いの方、お友達かな、がいて、なんかどうやら瑛太さんは体調不良で今回はね不参加みたいですね。それちょっと残念ですね。じゃあ瑛太さんの分も僕が頑張って歩きたいと思うので、まあ、瑛太さんこれをね見たら僕から勇気をもらってください。あ、お疲れ様です。あと1キロで
第一チェックポイントまで。はい、お腹が空いたんでね、早くだご汁食べたいですね。あとめっちゃ喉渇いた。もうね、お昼になってめっちゃ暑い。でもやっぱいろんな人と出会えるんで楽しいですね。疲れ様です。早いですね、やっぱ直線したらご飯食えます。あ、そうなんです。エイダさん聞いたら、あの今日体調不良で参加してないみたいです。あ、本当ですか。知り合いの方が今教えてくれて、はい、行ってきます。あ、ありがとうございます。いつもね、あのお兄さんよく会うんですけど、名前を知らないんですよね、未だに。またね、聞きそびれてしまいました。今度会った時は必ずね、聞こうと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。あの傘かぶったこと、かぶった方なんか見たことありますね。早いですね、やっぱ。お疲れ様です。すごいですね、ベテランなのにめっちゃ早い。お疲れです。お疲れ様です。あ、そんな、お疲れ様です。結構やっぱね、いろんな方に挨拶されますね、すれ違いざまに。お疲れ様です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 。あ、皆さん早いですね、すごい。なりましたね、岩屋活性化センターに着きました。チェックポイントでこれ出さないけんのかな。ちょっとね、名前書いてないけど、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。どうぞ。長汁どうぞ。さあ、今からだご汁をね、もらいたいと思います。一番下の分の、あ、そば団子汁、おにぎりってやつですね。お疲れ様です。はい、一番下お願いします。はい、ネギ入れてもいいですか。あ、入れてください。ネギ入れてもいいですか。はい、柚子胡椒もお願いします。はい、まあ、めっちゃうまそう。はい、柚子胡椒。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、おにぎりいただきます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、ちゃんが分かりやすい位置でね、ちょっと、はい、これがね、あのそば団子汁とおにぎり、今からね、食べたいと思います。ではね、いただきたいと思います。これめっちゃうまいんよ。めっちゃ美味しい、最高っすね。
これ。このそば団子。幸せやね。ね。おにぎりはそうでもないけど、うん、だけどね。ひのちゃんが暑くなったみたいで、また上着を脱ぎ出しました。忙しい人やね。怒られるよ、明日ら。はい、なんかね、のどかな道がかなり長かったんですけどね、ちょっとこういう住宅地とか商店がありますね。沼口酒店、酒店がありますね。ーコーラの看板がめっちゃ人気入っとね。ー去年もね、ここ歩いたはずなんやけど覚えてないですね。あったっけ、こんな道。あとバスが可愛い。バス停の赤と白と緑のイタリアのね、トリコロールカラーで可愛いですね。エネオスがあります。結局な、開いたマップ。天狗はい、今ね、22キロ、1時13時24分になりました。ここね、嘘吹八幡神社って書いてますね。去年もここ通ったね。あっちあるやん、菜の花みたいな、いっぱい。あー、菜の花がめっちゃあります。きのちゃん、お喜び。はしゃいでいいよ。いやいやいや、ちょっと恥ずかしいんで。岩竹川二級河川、皆さんやりました、千住観音堂入り口って。これをね、右に曲がったら第二チェックポイント、千住観音堂、バナナがね、食べれます。楽しみやね。すごいいい感じの景色。こっち綺麗やね。なんかね、いいね、川と鈴木と、うん、いい感じ。着いた。はい、すいません、お願いします。はい、デケマンゴーはね。あ、はい、マンゴーが喜ぶ。はい、どうも。お、緑だ。よし、お、いろ。あ、バナナいただきます。はい、どうぞ。食べよっか、バナナ。石触ろっかね。じゃあ、バナナをいただきたいと思います。おいしい。うん、うまっ。うまいね。うん、あ、写真撮った？バナナ。撮ってない。うん、ね。バナナ焼きか。
取っちゃおうか。加えたところ。見たこれすごくないですか、これ。この木ね。めっちゃでかい。すごいよ。どうやった？バナナ美味しかった？美味しかった。美味しかったね。うん。甘くて。美味しかった。子供みたい。お疲れ様です。左手。そこが巻き上がってこれ。はい。出ました。来てないね。ほら、この前こっち行ったんよ。はい、今ね、25キロ超えました。ゴールまであと5キロですね。時間は14時1分。平均ペースがね、10.38。ね、かなりいいペースで。1キロをね、10分半ぐらいで歩けてますね。なんかいい感じの尾が上がります。公園みたいになったわね。すごいこれ、綺麗な橋がかかってますね。希望の里。スタッフの人も退屈やろうね。本当ね。ずっと待って。寝そうやね。ポカポカして。どっちですかって声かけてくれ。よいしょ。じゃあ、お疲れ様です。1.7 キロ。暑いね。さあ、ついに皆さん見えますか、これ。ゴールまであと1キロって書いとよ。豊前天国ね、1キロ。いや嬉しいね、やっぱ1キロ。じゃあね、7分8分ぐらいかな、ゴールできます。やった、もうちょっとでゴールやん、ひなちゃん。嬉しい。やったね、嬉しいね。嬉しいね。もうちょい。うん、お疲れ様です。はい、はい、あー違う、見えた。うん、まあ止まってそこで後ろを見たら、よし、3009 3009 3133。よし、ゴール受付。あ、お願いします。追加番号。あ、はい、はい、どうも。はい、やりました。漢方書3009尾形ね、チャレンジコース
30キロね。あれもらおう。あれ9時やろ。預かり。預かりよそれ。もうもらう？あ、先もらう？食べんで。ここ。あ、どうぞ。怒っか。YouTube 見てます。あ、本当ですか。ありがとうございます。すごい参考にさせてもらって助かりました。ありがとうございます。使ってもいいですか。今も使ってるけど。ちょっと呼びかけます。お願いします。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。しし汁めっちゃうまそう。待ってください。待っといて。はい、じゃあね、この赤飯としし汁を食べたいと思います。早いね、いいね。俺何取ったっけ。ちょっと持ってきてよ、買っといて。ほんと、じゃあお願いします。持ってきていい、全部。うん、めっちゃうまい。全部一緒にもらうんだけど、ご飯かけたら写真ね。あ、あの、あれ。なした？うん。はい、じゃあ、こうやって。行くよ。オッケー。あ、着替えていい？これ渡る。うん。いいよ。空っぽにしよう。お願いします。チャレンジコース。はい、頑張ってください。はい。青です。青。はい、でこちらです。はい、こちらでですね、水筒が当たるくじになってますので、はい、当たりが出たら水筒差し上げます。赤です。はい。はい。あ、残念です。残念。はい、外れです。はい。あ、うどん麺や。去年もお世話だったよね、これ。はい、こちらですね。はい、水筒が当たるくじ。さあ、宇野島駅に戻ってきました。まあね、最高やん。